はい、本日はですね、こちらノースフェイスの CR ストレージジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちら2022年からとうとうメンズにも出てきました。ちょっと前からね、マタニティって言って、その子供抱っこした時とか用のジャケットっていうのがレディースでは出てたんですけど、とうとうメンズからも出ました。なので、それを買って紹介するしかないやろということで、今回今年出るのが、このマウンテンジャケットバージョンのマタニティと、あとはヌプシバージョンのマタニティっていうのもあるらしいんですよ。でもただヌプシバージョンに関してはね、別にやらんでいいかなとかって思ってるんやけど、一応今回マウンテンジャケットの方はやらせていただきますので、よろしくお願いいたしますということなんですが、まずはね、着用していきたいなと思います。まだ僕着用しないんでどんな感じなのかわからないんですけど、着用していきましょう。はい、ということで今回サイズがですね、L サイズを着用しております。身長178センチ、体重は69キロになっておりますので、無事ダイエットも順調に進んではいてるんですけども、このような感じのサイズ感なんで、おそらく、普段のマウンテンジャケットであったりマウンテンライトジャケットであったりとかとそんなにサイズ感は変わらへんかなと思います。このねマウンテンジャケットも L サイズで着てるし、こっちのマウンテンライトジャケットも僕 L なんですよ。で、適正がそんなもんなんでね、普段のサイズとあんま変わらへんかなというふうには思います。このボタンちょっと外してみましょうか。外してみると普通のジャケットになるんですけどね。はい、いかがでしょうか。これね、後で特徴でも言おうかなと思ってたんですけど、実は今回この CR ストレージジャケットじゃないとないカラーっていうのがあるんですよ。だからちょっと限定的なカラーっていうか、そういったカラーがありますのでね、でそんなところで行きたいなと思うんですが、じゃあ次特徴行きたいなと思うんです。その前に名前がね、CR ストレージジャケットってこれ一部の人からしたらパチンコやないかいと、 CR ってついたら大体パチンコの話思い出すんよっていう人もいてるやろし、そうなんやって思う人もいてると思うんですけど、そういったこちらパチンコジャケットをねご紹介していこうかなと思います。まず特徴としてはですね、どんな特徴があるんですかというとですね、少しだけマウンテンジャケットでもマウンテンライトジャケットでもないような仕様になってるんですよ。で、それはポケットの形とかがね、普通ってポケットいつもジップタイプなんやけど、こういうベルクロタイプですぐにこう取り外しができやすいようになってるのは、いかにもこうまたマタニティ感があるんかなと思うんですけど、そういった仕様になってて、一応この上の方にもねポケットはあることはあるんですけども、やっぱりねお子さん抱えてたりするときになかなかこのジップ開けたりするのめんどくさいから、こうやってビリって開けれた方がね楽やと思うんですけど、そういうことで仕様になってるんかなと思います。で、袖口のベルクロもね2段階になってるんですよ。この大きく開くタイプでこう留めとくっていうのと、あとギュッて中に入れるタイプ。ちなみにマウンテンライトジャケットはそれがないんですよね。だからこんな感じでもうパーって止めるしかないんですけども、この袖口の仕様だけはマウンテンジャケットにちょっと近いようなね、この第1段階で止めるとこもあるし、この第2段階で止めていくとこもあるっていうようなね仕様になってるんですが、ほとんど言うてみたらマウンテンライトジャケットに近いんちゃうかなと思います。っていうのもね、外の生地が70デニールっていうことで、マウンテンライトジャケットと同じ生地感なんですよ。で、マウンテンジャケットの方に関しては150デニールになるのでもうちょっと分厚くなるんですけど、そこまでの張り越し感はない、さらっと着るようなね感じになってるので、マウンテンライトジャケットに似てるし、あと裏生地がねこのノースフェイスってロゴ入ってるんだけど、これも全くマウンテンライトジャケットと一緒の仕様になってるので、基本的にはマウンテンライトジャケットを、マタニティ版にしてるっていうようなイメージでいいかなと思います。そして次の特徴としてはですね、やっぱりカラーですよね。今回このなんていうカラーか忘れたけども、ちょっと独特なカラーをねチョイスしたんですが、ウォルナットっていうカラーをねチョイスしてみたんですけども、それ以外にあったブルーみたいな男性っぽい色味もあったりしますので、これはおそらくねマウンテンライトとかマウンテンジャケットって今出てきてないカラーリングやと思うんで、僕例えばマタニティじゃないんやけども色味ちょっと気に入ったなとかね、この辺の色味は結構人気出そうですけどもね、そういうところでこのジャケットじゃないとないカラーリングがあるっていうところも、いかにもねノースフェイスらしい感じになってるんじゃないかなと思います。ちょっとブラウンっぽい感じのね色味ですよね。で、あとはねゴアテックスが採用されてたりするので、例えばこうやって雨とか降ったりしてる時とかって子供見ながら傘さすんってめっちゃ大変じゃないですか。で、こう傘さしてたりとかしてて、で子供がおったりしたらうろちょろしたりしたらね、3人も4人も子供おったりしたらね、もう面倒見切られへんくなるでしょ。ほな自分ビシャビシャになったりするから、こういうジャケット着ておけばね、濡れる心配もないですし、後でおすすめの人にも言おうと思ってるんやけども、第2子第3子を持ってはる方に特におすすめですよって話したんやけども、それちょっといいか後で言うとして、そういったことでゴアテックスも採用されてるし、あとここにはねユニセックスって書いてます。だから男性お父さんが使ってもいいしお母さんが使ってもいいようになってる。もしお母さんが使えたらここのベルトをギュッて絞ってあげたらいいし、裾のところにもこうやってドローコードがあるので、このドローコードをギュッて縛ってあげれば、こんな感じで縛ってあげればここがキュッてしぼんでくるんでね、適正サイズで着れるかなと思いますので、パパママは両方でも着れるんですよと、そういったことがこういった CR ジャケット、別名パチンコジャケットということにはなっております。ではね、じゃあ次デメリットとしてどんなデメリットがあるんかと申しますとですね、基本的にはマウンテンライトジャケットやと思っていただいたら結構です。マウンテンライトジャケットに価格言うの忘れてました。値段がね定価が5万5000円に消費税
税6万500円ということで、マウンテンライトジャケットがおそらく4万1000円とかそれぐらいになってて、マウンテンジャケットの方は5万5000円じゃないですか。それ考えるとこの6万500円って一番こういうなんていうのシティ系のマウンテンジャケットにしては高いんですけども、まあ、はっきり言っているかなって言われたらね、あの子供おる家庭じゃないとこれ必要ないじゃないですか。だからお子さんおらんところにこのジャケットいるかって言われたら、まあ、いらんからね。かなり用途が限定されているというところにもなると思いますし、言うてみたらこの布切れに対して言うたら1万5000円ぐらい高なってるわけじゃないですか、2万ぐらいか。本来マウンテンライトジャケットは4万1000円で売ってるわけやけど6万円になってるってことは、だいたいこの布切れに相場2万ぐらいいってるって考えるとね、少しちょっと割高かなと。まあ、こんな感じでね、あの着用できるので、まあ、めちゃくちゃターゲットは絞ってはいてるので、まあ、限定的にはなってるんですけど、まあ、そういうためにこれは作られてるジャケットなんで、まあ、デメリットというか、まあ、普通の人じゃなくて、まあ、お父さんお母さんに向けたジャケットで、特に小さい子供がいてるところに限ってるのでね、まあまあ小さい子供が大きくなった場合はね、これ外してあげれば普通のジャケットとしては着れるんだけど、ほなこっちでええやないかと、ほなマウンテンライトジャケットで4万で買えるやないかって思ったりはするんですけども、まあ、そういったところで、まあ、ぴったり今のように当てればいいんですけど、次のおすすめですよ。まあ、とは言いながらもね、やっぱり第2子第3子が生まれたりしたら1人目の子っていうのは大事に扱ってるからいいんですよ。まあこんなこと言ったらあかんけど、大事だからいいんやけども、次ね2人目できた時、1人目の子をこう手つないで歩いてますと、2人目の子を抱っこひもで抱っこしながらこうやってカバーして守ってますよね。でもだいたいこの1人目ってやんちゃ坊主で言うこと聞かへんから走り回ったりするんですよ。走り回ったりしてたらね、ちょっとマジマジとか言ってたりしたら、もう傘持ってんねんけども、もうブレブレなんて赤ちゃんびちゃびちゃなってるんですよね。で冬場とかやったらやっぱ寒い思いしてやるんですよ。って考えた時に、これは防水ジャケットですからしっかりそういうのも守ってくれるし、第3子になってきたらもう2人がうろちょろしてて、第1子第2子が走り回ってたりしたら、もう第3男子なんかもうここにおるけどもおらんような状態なんですよ。おるかおらんか分からんような状態になってたら、まあ、しっかりこういうゴアテックスで守ってあげるっていうのは、1人目の子はこう大事大事にしてるからそんなことないけど、2人目3人目になった時にはもうとんでもないことになってね、いろいろ面倒見ていかなあかんから、まあ、そうなった時にはね、あの非常に使いやすくなってるんじゃないかなというふうには思っております。あ、ちなみにあの僕これ中入れてるのはあのヌプシですけどね、ヌプシさんを入れてるんだけども、まあ、それから僕も大事大事にねヌプシさんをやってるわけなんですが、そういったことで今後例えば家族が増えますよとかね、今もう第2子おってちょっと困っとってんのかね、あ第3子も第4子もおんねんとかね、うち膝3時張りにもうめちゃくちゃ子供おんねんってなったりする方にはね、めちゃくちゃいいんじゃないかなということで、ただ結構大人数の家族になっててね、そんなにこの6万のジャケット買えるんかって言われたら、まあどうなんかわからないんですけど、まあそこはもうパパの経済力次第です。もうそれは僕は知りません。パパが頑張ってくださいということでね、まあ今回 CR ジャケット、ストレージジャケットっていう、まあ、パチンコジャケットをご紹介したわけなんですけども、まあヌプシもね同様やと思います。基本的にはこの前がついてくるだけになってくると思うので、まあ、ヌプシに関しては僕ちょっとスルーしようかなと思ってるんですけど、マウンテンパーカーがこういった形でね、あのマタニティで子供も守っていこうということで、まあ、これからの宝をね、皆さん大事に育てていきたいなということで、本日はですね CR ジャケット、ストレッチジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。